どこなの？ベアトリーチェ、姿を見せなさい！ベアトリーチェ！これだけでも1000万以上の価値があるはず。もうすぐだね。その気持ち悪い声で笑うのをやめなさい。ベアトリーチェはどこにいるの？ええ、分かってるわ。どこかにいるんでしょ。あなたは知ってるんでしょ。どこ？知らない。探さなくても黄金鏡で会えるよ。その笑いをやめなさい。私が笑いたいくらいよ。そうね、あれは間違いなく魔女だったわ。間違いなく魔女だった。私は分かってなかった。魔女を名乗る人間だと信じてた。違う、あれは本当に魔女だった。私はあんなのにごまかされないわよ。いるんでしょ。出てきなさい。姿を現しなさい。ベアトリーチェ。だからもうすぐ現れるよ。黄金鏡の扉が開かれるよ。構わぬ。ルークを捨てるぞ。持てるもの全てを失う覚悟がなければ至ることもできぬキングがお前という女なのだ。追い詰めるぞ、ベアトリーチ。せめてクイーンと言え。ほう、なかなかに妙し。諦めの悪さがそなたの。いや、後ろ宮の地下。心地よし。実に優雅な夜だ。うわあ。親方様、ベアトリーチェ様、そろそろ宴の時間でございます。もうか。早い。お前と過ごす夜はいつも早く、月がリンゴのように落ち、川もより跳ねる小魚のように日が昇るのだ。行こうではないか。時間だ。立て。バトル、わらわの復活を祝う宴の始まりだ。わらわの新しい家具。いや、玩具として紹介しようぞ。オレキレキの魔女たち。ベアトリーチェ様、お召し替えのドレスでございます。主賓はお前だが、ホストは私だ。私は先に出ていよう。着付けの手伝いにシャノンでもおればよかったが、あいにく残れなかったようだな。使いたい時にいつもおらん。つくづく使えんやつよ。しかしお前はよく残ってくれた。嬉しいぞ、我が友よ。ありがたいことです。よい、二人とも先に下で待ってて。源氏、ご苦労。そのドレスはそこへ置いていけ。かしこまりました。それでは親方さん、我らは先に行こう。ベアトリーチ、後ほどな。
なぜわらわがそなたに肌を見せることを恥じぬかわかるか、うん、そなたは家具だからだ。家具わかるか。家具だよ家具。家具に体をさらして恥じる者がどこにいよう。だからお前にわらわは恥じる必要がない。そなたは家具の分際でわらわに自らボタンを外させるつもりなのか。立て。そしてこのボタンを外せ。一つずつ丁寧、早く、美しく、粗相なく。客人たちを待たせてしまうぞ。早くわらわを着替えさせろ。はい。丁寧に外すのだぞ。そなたの目玉一つよりも高価なボタンであるぞ。間違ってちぎるようなことがあったなら、代わりにそなたの目玉を縫い付けてやる。復活を遂げましたる我らが黄金の魔女ベアトリーチェ教のご入場でございます。皆様拍手をもってどうかお迎えください。おお、ベルンカステル教、これはようこそおいでよ。わらわの家具を気に入られたか。いい趣味ね。
違いない。今宵はわらわのためによく集まってくれた。久々に古今東西の旧友たちが集う魔女の宴を存分に楽しもうではないか。さあ今宵を食いや飲み明かし、すすり明かし、食いちぎり明かして、とことん楽しもうではないか。時計を見よ。終わりの時間と始まりの時間が溶け合う時を指すぞ。さあ魔女の宴を始めよう。さあ今こそ黄金の扉を開こうぞ。いざまずき敬意を示す。額を絨毯にこすりつけて己神の癒しさを示す。両手を後ろで組み、血肉のすべてをわらわに捧げることを誓え。Yeah.
まだまだわらわの家具にはふさわしくないか。よい、じっくりそなたをわらわ好みに、そしてわらわにのみふさわしい家具に仕上げてやる。今のそなたにできるのはせいぜい客人の方々を楽しませることくらいか。Yeah.